解説をしていきます。まずはポットを割って白きクミンを回収、近くにある粘りカビを破壊します。反撃に出ると良いタイミングで完了します。カボチャの下にいるピクミンを抜いて近海に4匹投げます。通路のピクミンを回収して根っこに3匹、近海に6匹投げます。浴びてた場所の近海に2匹投げて、これで手持ちが5匹になります。くちびきの子に向かって突進、2枚抜きします。紫ピクミンに変換しつつ電磁を落として休館バーを運びます。紫がカビに触れないように誘導、デブ5匹で紙袋を潰します。重いものはオッチンに運ばせましょう。近海を優先して運ばせます。オッチンに切り替えてカボチャを運びます。調整すればもう少しタイムが縮みそうですね。